ります。これで大丈夫？大丈夫です。こんにちは。聞こえますかね？俺は聞こえるよ。本当ですか？どうですか？どうですかっていうと、いやもう、まあ、健太さんアメリカに住んでるじゃないですか。うん、その始まってんの？あ、始まってます、始まってます。コロナの影響というか、まあ、まああくまでも俺が住んでるところの周辺の情報で情報しか分かんないけど、はいはい、まあ普通に、まあお店とかもクローズしてるし、はいはいはい、でまあレストランもテイクアウトだけ、ああやっぱそうなんですね。で、まあ、あと最近はもうスーパーも、まあ、入場制限、はいはいはい、今日も昼ちょっと用事があってスーパー行ったんだけど、やっぱまあ入場制限あって、はい、で入るまでちょっと時間やっぱ並んでちょっと待たないといけないから、はい、時間かかったりとか。なるほど。そういうのはあったけどね。なんか日本も結構だいぶそれに近くなってきたんですけど、入場制限もあるスーパーありますし、お店もやってないですし。ああ、日本は増えてきてるんでしょ？だって。いや、すごいですね。もう、ま、あれですね、街も人が少ないですね。専属池も。専属池はもう、ゴーストタウンって言われてますから、元から。いや、もともとね。あの新日もツアー中止してますもんね。試合がね、やっぱりどうしてもできないのは続いてるし。いや、そうですよね。早く落ち着いてほしいとは思うけど、まあでもちょっと長期戦になるんじゃないかなっていう感じは。そうですよね、ちょっと、ね、はい、見えないですよね、先が。そうな、はい、感じもするけどね。そうですよね。いや、なんかそれもあって、この間上げた YouTube 結構やっぱコメントがすごくて、あの結構その中止になった影響もあると思うんですけど、やっぱケンタロスというかコメントすごいんですよ本当に。いや、まあケンタロスなんていうのはいないと思うけどね。いや、結構すごいですよ。一番あの多いのはやっぱケンタ選手 YouTube してほしいっていうのが結構多数来てるんですよね。 YouTube ね、結構いろんな人始めてるもんね、このタイミングで。ですよね、はい、始めてるね。これどうなんですか？まあでもそのうちやるんじゃない？あ、本当ですか？そのうちやるってことでいいんですかね？そのうちやるんじゃない？あ、これもちろんわかんないけど、これは嬉しいんじゃないですかね。普通に僕も嬉しいですね。あ、そう、はい、いや興味あると思いますね。あの SNS での発信が結構健太さんすごいんで。まあ SNS って結構まあ自由にこっちからねやってるだけだからあれだけど、結構 YouTube とかになるとどんなのをやるんだろうって結構期待されちゃうから、逆にこう期待されちゃうとそういうプレッシャーに弱い。意外とナイーブな可能性、そういうところが出ちゃうから。まあやるかもしれないよね、そのうちね。これじゃあちょっと期待して待ってる感じですね、もう、うん、あとですね、コメント来たのが気になるコメントは、まずあの健太さんの髪の毛の色のことで来ましたね。髪の毛の色のこと、前回あのちょっと紫がかった感じだったじゃないですか。ああ。で、あれでコメントが、髪の色が下田景樹っていうコメント来てましたね、一つ。いや、それに対して俺が何を答えればいいわけ。あとですね、この間のあの覚えてます？はい、多分その人またケンケンさん、コメントが来て、コメント採用されてる、今21歳ですということで、
時を経て小学校5年生っていうと11歳とかですかね。で10年前、約10年前ですね。はい、で今あのコメント来たんで、あのあとお互いであの文通の方をやり取りしてもらって。いや、ね、だからなんでそんな古い手法で連絡を取り合わなきゃいけねえんだよ。それ切れ味鋭いですね。変わってないですね。いやもう今こっち何時だと思ってる。もう1時半だから。すいません夜遅く、すいません。本当にあれ今気づいたんですけど、素敵な T シャツ着てますね。あれ気づいた。気づきましたね。これあのアニバーサル、はい、から出てる、はい、中原太陽モデルですよね。これ僕あの海外の人から僕にというかコメント来るんですけど、これ健太さんの T シャツだと思ってる人結構いますね。結構着てるからね。そうですよね、着用率高いんで。結構俺着てるから、これもうすぐ結構よれちゃってるし。はいはい、なかなかねその新しいのくれないから。言ってきます、竹下さんに言ってきます。言ってて、はい、店長に言っておきます。本当に、はい。じゃあ健太さん自身はあんまりあれですか、そっちでトレーニングって感じなんですか。トレーニングもあんまできない感じですかね。まあジムには行けないけど、はい、それの代わりになんだろうな、いろいろ今までやってなかったヨガとか。あ、そうなんですね。そういうものになんかこう取り入れたりとか、まあそれなりに、まあ、変化つけて、はいはいはい、できなかったことをやったりとかっていう感じにはしてるけどね。まあ、でもまあ早くジムとかね、そういうのに行けるようになればいいけど。いや本当そうっすよね、うん、あの楽しみにしてるファンの人たちもいると思うんで、あの僕も。いや関係ないけどね。すいません、なんかあの大変な時期なんですけど連絡して出てくれてありがとうございます。いやいや、俺はコロナの話だって聞いたから。そうですね、まあいろいろ聞きたかったんですけど、もうコロナよりあのなんかそのコメントくれた人の、はい、中原太陽このチャンネル寄りになっちゃってるから、はいはい、コロナの話どこ行ったっていう。気づきました。いやもう結構開始直後で。いやそんなことないんですよ。コロナの話終わったからさ。いやコロナはちょっとあのデリケートな話なんで、まあ、まあまあまあね、はい、ちょっとあの置いときました。まあでもね、あの本当にコロナ、まあよくね、あのいい人だとか、はい、よく言ってくるやついるんだけど、はい、そういう問題じゃなくて、はい、なんていうのかな、本当にあのそういう問題じゃなくて、本当にこうちゃんと自分の身は自分で守って、はい、そのそういうことをみんなそれぞれがしていかないと、はい、本当に自分の、大事な人だったりとか、そういう人が感染したりとか、そういうことにつながっていっちゃうから。そうですね、一人一人やっぱり自覚を持って、やっぱ日本はなんていうの、距離近いでしょやっぱり。はい、電車とかそこ、そうですね、交通機関もあるし、はい、それがしっかりしてるがゆえに、やっぱ人との距離が近いから。そうですね、やっぱりちょっと気をつけてほしいなと思うし。そうですね、全てが近い感じは確かにありますね。そうだから気をつけてほしいなっていうのはある。それ言いたかった。ありがとうございます。そうですね、本当そう思いますね。ケンさん結構 SNS で言ってくれてるんで伝ってると思いますけど、はい。すいません、ありがとうございます。そこかな、はい、ありがとうございます。本当メッセージは伝わると思います。これ見てる人も健太さんあげると結構見るんですよね。見るのかな、はい、あ、YouTube 健チャンネルですかね。あの楽しみにしてますんで。勝手に
仮の名前で決めないでもらっていい？本当ですか？そんなダサい名前つけないと思うから。ケンチャンネルかっこ仮いけるんじゃないですかね、これ。いえ、そんなの、そんな名前じゃないと思うから。本当ですか？本当ですか？まあ、いずれにせよ楽しみにはしてるんで、僕は。そうね、はい、まあ、いつになるかわからないけど、はい、ぜひぜひお願いします。すいません、そう今日また時間割いてもらって、お礼と言っては何なんですけど。本当だよ、俺も寝るから。はい、すいません。だからお礼と言っては何なんですけど、腕のやつあるじゃないですか。腕のやつなんかあったかもしれない。あれ、これ新職ゲットしたんですよ。なんで、よかったら、まあ、今直接渡せないんで、とりあえずこのスマホにかぶせとくんで、ちょっと感想一つもらっていいですかね。よいしょ。下田景樹みたいな色だな。